和北岸中条山脈の周辺を中心に展開された一大殲滅戦。5月初旬、敵の北支奪還の野望を粉砕すべく密かに行動を開始した皇軍の精鋭は偏見を超え悪路を犯し、東西200キロ、南北100キロの広大なる中原の山野に壮烈縦横の撃滅戦を展開。中央軍に10万我が鉄明火艦の包囲作戦に差しも強豪を誇り必勝を確信する敵軍の差を生み出して回想、敵の損害十数万、しかもその首脳部はほとんど全滅して吉宇大海戦にも必須べき確たる大戦果を収めたのであります。